韓国が買った F-35A 戦闘機で問題が次々と発生しているらしいよ。その中でもバードストライクの修理費は本体超えとも言われているね。日本ではそれほど問題は発生していないのに、どうして韓国では相次いで問題が発生しているのか気になるところだな。今回はそんな韓国の F-35A 戦闘機事情について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国空軍では米国ロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプを40機保有しているんだけど、イラン・イスラム共和国放送が解説したニュースサイトパーズプデイが2022年10月8日に配信した記事によると、韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったと批判したと報じたよ。さらに与党である国民の力のシン・ウォンシク議員がパーズプデイの取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回にも上る緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしている。韓国では5月に、F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止された。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望している。2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたぜ。パーズプデイが反米であるイランのメディアということを考えると、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生しているのは間違いないね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35A が訓練飛行を実施していたところ、そのうちの1機に操縦電子系統の異常が発生したほか、3機の降着するための車輪すべてが作動しなくなり、チュンチョンナムド蘇山市にある韓国最大の空軍基地である蘇山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。その際、胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して、どうにか無事に着陸を果たしたよ。そして、韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見当たらないとして、同パイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した。基地消防隊の迅速かつ正確な措置のおかげであると自画自賛の発表を報じたぜ。その上で韓国空軍は当時の降着装置の故障に関して、F-35 の事故としては初ケースであるため製造元であるロッキード・マーティン社の協力を仰ぎつつ原因を調査する。それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、先ほどの審議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったんだろうな。この事故の原因に関しては後日、バードストライクが原因であると明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突し、その衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことにより、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したと発表したよ。2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体に関して損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまったことが判明し、修理にかかる費用はロッキード・マーティンから1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額は新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近く、韓国側からはこの機体を修理には出さず、そのままモックアップなどの訓練用機材として残すか、あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に当てるなどが検討されたみたい。韓国の共食い整備は、これまでも F-15 系など、
他の戦闘機や航空機においても広く実施されているが、実は F-35 の運用において、そうせざるを得ない理由が韓国にはあるぜ。F-35 の胴体下部のステルス塗装などの修理メンテナンスは米空軍の極秘事項であるため、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、その拠点は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の愛知県の3カ所しか設置されていないんだよな。もちろん韓国に一番近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工業に設けられた MRO&U だが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってから、その露骨な反日姿勢によって韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は自国空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否していたわけだ。それが故に胴体着陸で損傷した機体を日本で修理することができず、修理するのであれば整備拠点のあるオーストラリア、イタリア、アメリカのいずれかに運ばなければならず、そうなると膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるだろうね。通常は他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、降着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させるはずだけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたと推測され、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新たに1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったってわけ。当時のイランメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、あくまでも韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを言って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があったのかもしれないね。実は2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際にも、F-15 系の製造元であるボーイング社が、このタイミングで韓国が20機調達する計画をちょうど進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったぜ。この時に関してはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの噂が流れ、その真相は明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他に上乗せで20機の購入予定をしていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのかもしれないな。また韓国では2022年5月、積極的に反日政策を進めてきたムンジェイン政権から日本との協力体制構築を目指すユン・ソンニョル政権への交代があり、それまでとは打って変わって親日政策へと方針が変わったらしい。特に翌年の2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースタンエンデバー23に参加した海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだと言って韓国国内で形容することを堅くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことに関しても国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が起きていたぜ。そのようなこともあり、今後は損傷した F-35 の修理がオーストラリア、イタリア、アメリカまで運ばずとも、日本で実施する可能性があるとの見方が出始めているらしいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機事故の原因が判明したけど、どうも意味不明な部分が散見され、またやらかしたのかと囁かれているね。F-35A 戦闘機機体の修理も日本ではなくオーストラリアに決定しているようだが、そこまで運搬量を重ねなくてもいいと思うがな。今回は過去の韓国空軍の F-35A 戦闘機胴体着陸を振り返って、その原因について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年1月4日、訓練中に日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つだった、チュンチョンナムドの祖山基地に胴体着陸した F-35A ライトニング2の事故原因が、
バードストライクであったとして韓国空軍が2ヶ月後の3月3日に公表したよ。韓国日刊新聞にあたる中央日報の記事によると、事故を起こした F-35A は空対地ミサイルの射撃訓練のためチョンジュ基地を離陸し、射撃場手前侵入直前の高度330メートル付近において機体左側のエアインテークに体重 10kg 程度のハゲワシが飛び込んできた。そのハゲワシは機内に空気を入れ込むエアインテークから吸い込まれ、ウェポンベイとの間の遮断壁を抜き破って機体内部に入り込み、ウェポンベイ内部にある着陸装置を作動させるための油圧系のパイプと電源ケーブルなどが多数破損したため、操縦後方システムの性能低下やランディングギアの作動不良を引き起こしたと記されているんだ。韓国空軍では調査結果からバードストライクの他に機体の欠陥やパイロットの操縦ミスなどはなかったと判断し、パイロットや整備士に対しては注意喚起と教育に努めて F-35 の飛行を再開したほか、F-35 の開発元のロッキードマーティン社とウェポンベイに異物が飛び込んで損傷した場合でもランディングギアが正常作動する対策と、独立して補助的に作動するシステムの構築案を協議する予定であると報じたぜ。しかし、この中央日報の他にも同じ内容を報じた朝鮮日報やハンヨレ新聞の記事には、おかしな点が多く散見され、その信憑性に疑問があるという意見が日本のインターネット上で挙げられていたな。まず、中でも指摘が多かったのは、記事中のバードストライクが起きた際の衝撃の強さに関する記載で、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると、約30トンだったと空軍関係者が説明したと紹介している点だね。このことに対して F-35 戦闘機そのものが何かに衝突したら搭載燃料などの質量が衝撃に関係するが、この場合は 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突したと紹介すべきであるため意味不明だと指摘する声が最も多かったみたい。もしも 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突すればかなりの衝撃を受けることになり、機体を損傷することは十分に考えられるが、エアインテークの直後にはウェポンベイがあり、ランディングギアはさらに後方の外側にあるため直接衝撃を受けることは考えづらいってわけだ。事故機の着陸直後の写真がネット上で公開されていたが、主翼下のランディングギアは左右とも通常通り出ており機首のギアのみが出ていない状況であったことから、バードストライクによる影響でランディングギアの作動不良を引き起こしたとの説明は非常に無理があり、単なる整備不良によって機首のランディングギアが故障したと考えるのが自然だろうな。また、朝鮮日報の記事では空軍への聞き取りから事故当日に F-35A は空対地射撃任務を遂行するためにチョンジュ基地を離陸し、射撃場へ侵入するために高度330メートル付近を飛行していたところ、左側の空気吸入口にハゲワシが衝突したと記されていたぜ。これが真実であれば、バードストライク発生時のウェポンベイには射撃用のミサイルが搭載されていたはずであり、そもそも飛び込んだハゲワシの死体がさらに後方のランディングギアに影響するとは考えにくく、ウェポンベイ内部のランディングギア作動油圧導管と電源供給部に配線されていたら主翼下のランディングギア格納扉も開かないはずであると見られているよ。さらに、ウェポンベイの内部が飛び込んだハゲワシの死体によって壊滅的に破壊されたのであれば、ウェポンベイの開閉もできなくなるため、緊急着陸の際にミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるのだが、それもまたありえない話なんだ。少なくともパイロットの命を尊重する軍隊においては、ウェポンベイのミサイルを廃棄できない状況であれば危険回避のために機体を海中に落として、パイロット自身は緊急脱出をするはずとの指摘もインターネット上で散見されたようだな。また、仮にバードストライクによってランディングギア作動油圧導管と電源供給配線が損傷して作動不良を起こしたことが事実であったとして、それほどの衝撃を実際に操縦しているパイロットが感じないわけがなく、まずはそのことを報告するのが普通だと思うぜ。しかし、事故直後に韓国メディア各社が報じた韓国空軍の発表によると4日の午後12時51分頃、訓練飛行中の F-35A 戦闘機が航空電子系の異常により膠着装置が作動しなくなり、
チュンチョンナム都市の第20戦闘飛行団の滑走路に胴体着陸したとされているのみで、この時にはバードストライクが発生したとは一言も触れられていなかったぞ。おそらく韓国空軍からすると、整備不良やパイロットの操縦ミスでなければ自軍の責任にせず F-35 の欠陥であると主張したいだろうから、仮にバードストライクがあったとするなら当然すぐに公表しているはずで、事故発生から2ヶ月も経ってから発表するのは非常に不自然であるとしか言いようがないんだ。しかも時速 900km の衝突でおそらく原型をとどめないほどの肉片になっていたと思われるハゲワシの体重を、どうやって推定できたのかといった疑問符がつくようなことも指摘されているみたい。韓国軍から発表された事故原因の摩訶不思議な点についてはともかくとして、事故機の修理に関してどの韓国メディアも触れていないことを指摘する書き込みも散見されたな。F-35 においては世界各国での導入が進んでおり多数の製造拠点が必要とされるため、本拠地のアメリカはテキサス州にあるロッキード・マーティン社のフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の名古屋近郊に最終組み立て検査施設 FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトが、設置されているのは周知の事実だよな。そして、最も機密性の高いステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなどの、ロッキード・マーティン社のみ触れることが許されている部分のメンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を実行できる、国際整備拠点 MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが、アメリカ本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。言うまでもなくアジアで運用される F-35 の整備拠点は、唯一日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なんだけど、韓国は日本を敵性国家とでも見ているのか、自国の F-35 のメンテナンスなどを日本で整備することを拒否しているんだよね。そのため、韓国空軍が運用する F-35 の整備は、わざわざ距離の遠いオーストラリアで行うことになったそうだが、果たしてどれくらいの頻度で整備点検を実施しているのかは明らかにされているわけではないぜ。当時の事故機の修理を韓国空軍が行うのであればオーストラリアに依頼したんだろうけど、修理費用が1100億ウォン約116億円とロッキード・マーティン社から提示されて新規調達と、ほぼ変わらないため現実的ではなく退役させることを2023年末に決定し、韓国お得意の共食い整備用として部品取り専用機となってしまったんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国では2022年5月に現在のユン・ソンニョル政権が誕生。それまでのムンジェイン政権の言ってきた新中国及び北朝鮮との融和的な政策からは脱却。ことに安全保障面ではアメリカへの回帰が明確になっているね。これに合わせてアメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン・ソンニョル政権が誕生した際には、これまでの度重なる反日的な動きが緩和される方向に向くのではと期待する声も日本では多かったな。でも実際のところはどうなんだろうね。今回は竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、確かに前文在寅政権に比すれば、現ユン・ソンニョル政権は反日的な動きや政策を改めてきているとも言えるんだけど、それでもまだ排他的水域をめぐってのトラブルは現在進行形で発生しているよ。今も韓国側が不法に占拠し実効支配を継続している竹島韓国名独島の周辺の海域を管轄しているのは、日本の海上保安庁の第8管区海上保安本部であるが、同本部によれば竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行したことが報告されたんだ。今回の件は2024年6月6日の午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの期間、竹島からおよそ 69km ほどの距離にある南方の日本の排他的経済水域内で発生、韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘアン2000が実施したとされるね。この期間に当該の日本の排他的水域内において、
この韓国の国立海洋調査院に所属するヘアン2000はワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を行ったとみられ、この行為を発見した海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船が無線による警告を発したというぜ。日本側の見解としては当該海域は日本の排他的経済水域内であり、事前に韓国側から日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないため、海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船は直ちにその行動を中止するように継続してヘアン2000への警告を行ったらしい。しかしこうした日本側巡視船から無線による中止の警告を結果的に韓国のヘアン2000は無視し、発見からおよそ1日半もの間、当該の海域におけるワイヤー状の器具による調査を継続した後、ようやく韓国側の海域へと戻ったわけだ。海上保安庁の第8管区海上保安本部からの同事省の発生報告を受けた日本政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、三木中韓公使が韓国外務省へと抗議を行っているが現時点で韓国側からの声明等は確認されていないみたい。個人的にはこうした事態の発生に対し、海上保安庁が現場で情報を収集しその内容を各関係の省庁に報告、内容を確認した上で政府が対応を決定、外務省を通じて相手国、今回のケースでは韓国に抗議するという、当たり前の対応がなされたとは感じるな。しかし今に至るまで韓国側から、内容はどうであれ何の説明もなされないという時点で、こうした問題を見るにつけ、本質的な意味で日韓両国の関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは到底思えないぜ。したがって韓国で2022年に現ユンソンによる政権が誕生した際には、日本の一部の大手マスメディアでも日韓関係の改善に期待するという論調が多数散見されたが、改めて楽観論は禁物だと思わざるを得ないな。そもそも今回も問題の中心となった韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、これまでも過去複数回にわたって同様な行為を繰り返し行っている船舶であり、いかに政権交代が起ころうとも韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいよね。確か前回はこの国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、2022年8月に竹島の北東方面オスの海上のおよそ 100km ほどの位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同様に日本側に事前の承諾を得ることなく、ワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を実施しているよ。さらにこの3ヶ月前の2022年5月にもヘアン2000は、ほとんど同じような日本側に事前の承認を得ていない調査とおぼしき活動を行っており、いわば講じた事案の常習戦で、もちろん発生の度に日本政府は抗議を行っているんだ。しかしいずれもこれも今回と同様に韓国側からは何らの説明もなされなかったと個人的には記憶しており、その点から推察するに韓国側としては竹島を実行支配していることもあり、その周辺海域は日本の排他的水域とはみなしていないと考えるべきなのだろうな。日本政府のスタンスとしては、韓国に不法占拠されているとしている竹島にしても、ロシアに不法占拠されているとしている北方四島にしても、本来は日本固有の領土であるとの姿勢を崩してはいないが、何ら有効な交渉にはつなげられていないぜ。こうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配を行っており、先住の警備体制を海上保安庁も敷いて警戒を続けている沖縄県の尖閣諸島についても、今後仮に中国側の上陸を一度でも許せば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いわけだ。だからこそ尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動からが上陸を敢行した事件もあったが、今後中国に同様の行為を許してしまえば、未来永劫粗行事実上の中国領とされてしまうことは明白で、絶対に阻止すべく対処する必要があると思えるよね。そうした尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の情勢が、年々厳しさを増す中でも、沖縄本島の大手マスメディアはかつての太平洋戦争での凄惨な地上戦の過去から、反米親中を標榜する態度を未だ改めてはいないよ。
その中でそうした勢力を代表する玉城氏が沖縄県知事の座を守っており、個人的は非常に憂慮すべき政治状況だと感じていたが、この2024年6月の沖縄県議会議員選挙では玉城沖縄県知事の勢力はついに過半数を獲得することができなかったんだ。実に定数48名の沖縄県議会で改選前の玉城沖縄県知事らの支持勢力は半数の24議席を占めていたが、改選後には実に16年ぶりに反玉城沖縄県知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会の合計で28議席と過半数を大きく上回ったね。これによって玉城沖縄県知事らの支持勢力は20議席を獲得したのみに止まり、沖縄本島で根強かった反米親中路線の政治状況にもようやく中国の台頭を危惧しての、県政に変化を求める世論の高まりを感じさせたぜ。さて沖縄から韓国の方へと話を戻せば、2018年の12月20日、能登半島の沖内の日本の排他的経済水域内の日本海上において、韓国海軍のミサイル駆逐艦のクアンデトデワンが海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した首都圏があったよ。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやにしていた感が拭えなかったが、最近になって非公式ながら韓国の一部の軍人らが、前文大統領から当該の事象の隠蔽工作を行うように指示を受けたと認めたと報じられたぜ。非公式ながら韓国の軍人の一部からこうした声が上がったことは、当該の事象の発生後になぜそのような行為をクアンデトデワンが、P-1 哨戒機に行ったのかという問いへの日本側の推察が概ね正しかったことの証明だと考えられるわけだ。日本側では当時クアンデトデワンは北朝鮮に便宜を図るべく、同国からの脱北者が乗った船舶を捉えて送還しようとしていたのではないかととの見方があったけど、この推察が正しかったことを示していると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。